こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はビバエスパルス特別編ということで、清水エスパルスの秋葉監督からお話を伺います。秋葉監督、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは前半戦、全部で19試合を振り返ってみてなんですけども、いかがでしたでしょうか。勝ち負けはっきりしたなっていうところが、引き分けが好きな性格ではないので良かったなと思いますし、しっかりとした勝ち星を積み重ねられたっていうことは非常に僕としては嬉しかったですし、なんといってもやっぱホームで、もう負けることなく多くの勝ち星を挙げれたということはなお嬉しく思っています、はい、ちょっと今日は監督 の人となりについてもいろいろ伺っていきたいと思うんですけども、はい、現役時代プレーされていた時 この清水エスパルスのクラブの印象というとどういった印象でしょうか。まずやっぱりサッカー王国でしたし、なんか本当にサポーター含めてサッカー知ってる方が多いなっていう、もう本当にいいコントロール一つで拍手起きますし、例えばちょっと後ろを向いたり下げたりするだけで、ブーイング起きたりだとか、本当にこうサッカーを見る目が高いなっていう、だからこそそういう目が鍛えられてて、これだけの素晴らしい選手だったりチームだったりクラブになるんだろうなっていう、やっぱり皆さんのこうサッカーへの愛情の深さだとか、こう見る目の高さみたいなものが、やっぱり選手とかクラブを育てるんだろうなっていうのがすごく印象に残ってますね。選手としても監督としてもさまざまなチームクラブにいらっしゃったと思うんですけども、そういったクラブと比べてもやっぱりサポーターの、熱量というのはだいぶ違いますかね、いやもうやっぱり全然違うものありますし、言ったように、あとはその質の高さというか、見る目の高さみたいなもの、本当にこれはいいプレーだとか、いやこれは良くないプレーなんだっていうのが、なんか本当にこう本当におじいちゃんおばあちゃんから子供まで分かってるなっていう、本当にそういう印象はすごくありますね。実際そういったファンサポーターの方の声っていうのはピッチに立ってて感じたりとか届いてたりとかしますか。めちゃくちゃ届いてますし、でまた僕らのパワーとかエネルギーになってますから、もう1万5000人以上、いつも6000、7000人だとか、皆さんがやっぱりこう我々に力を注いでくれてるというか非常に伝わってますし、でサッカー専用の素晴らしいこうスタジアムですから、もうやっぱり相手は嫌だろうなというふうに思いますね。やっぱりその辺もだいぶホームでの勝ち点の積み上げにつながっているかなというところでしょうかね。もうめちゃくちゃつながっていると思います。やっぱ選手が普段のやっぱり2倍3倍やっぱ力出してくれますし、で本当苦しい一歩が出るだとか、そこも追いつけないだろうっていうのを追いついてくれたりだとか、なかなかあと練習でも見たことないようなプレーやっぱりできますから、それはやっぱりこう皆さんがやっぱり我々の背中を押してくれるとか、大声援がやっぱりそういうプレーを可能にしていると思ってますから、そういった意味では本当に頼もしいスタジアムだなというふうに思ってますし、もう素晴らしいサポーターだなというふうに思ってます、ありがとうございます。そして監督、およそ1年半静岡に来てから立つということなんですけども、監督が感じる千葉県ご出身と、千葉県もだいぶサッカー盛んだとは思うんですけれども、静岡ですとかこの清水の街の熱気、今少しお話もありましたけれども、いかがどう感じてますか。まずやっぱり言ったようにこうフットボールがこう生活の一部になってるなというか、ちゃんとこう文化として根付いてるなってすごく感じますから、やっぱところどころにやっぱりサッカーのモニュメントがあったり、サッカーボールがあったりだとか、当たり前ですけどポスターから何からのやっぱ量がちょっと全然違うなって、なんか本当にこう J リーグの創世記のようにこう周りの人にやっぱ声かけられるとか、やっぱり単純にそのサッカー番組自体だけでもたくさんあるだとか、確かになかなかそういうことってないですから、もう本当にこうフットボーラーとしては嬉しい街であり県であり地域だなというふうに思ってます。監督、現在監督業をされていますけど、元々選手だったということで、その選手から監督になるときってなんかどういう経緯になったとかってあるんですか。もともと指導者にすごく興味を持ってましたし、でライセンスが C 級 B 級 A 級 S 級ってあるんですけど、僕らの時でも現役で B 級までは取れてたので、もう比較的早い段階から選手会の仕事とかもやらせてもらってたので、だからこう指導者ってこういうことを求めてるんだとか、こういうのやっぱ難しさあんだとかっていうのが、
そういった意味で、あとはもう僕はフットボールしかないですから、もう多分皆さんみたいにもう社会人ちゃんとネクタイ巻いてピシッとできないんで、なんでもうフットボールでもともとずっと生きていこうと思ってたので、はい、もうやっぱり指導者とかそういうサッカー関連で何か行きたいなっていうのがあったんで、指導者のライセンスを早く取りに来ましたね。はい、そのフットボールで生きていこうと思ったのはいつぐらいですか？いやもう生まれてやった時からまだ J リーグなかったですけど、やっぱりこう海外のサッカーとキャプテン翼見て、やっぱりフットボールでご飯食べたいとか金稼ぎたいとか飯食いたいってやっぱ思いましたから、まだプロがない時代でももうすでに小学生の時からそう思ってたんで、もうそれサッカー始めたのは小学生、そうですね、小学校4年生ぐらいですけど、まあだからやっぱりまだアマチュアの時っていい勘違いというか根拠のない自信みたいなものがあったりしてもうこれで俺やっていくんだ食っていくんだみたいなことはなんか勝手に思ってましたね。じゃあもうサッカーやり始めた頃からもうサッカー関係の仕事もしていこうと。そうですね、でもそれがやっぱ魅力的で面白かったです。僕らもちろん野球やったりだとか、いろんなスポーツもやりましたけど、もちろんそれが嫌いとかそういうところではなくて、やっぱりサッカーが一番面白かったですし、一番なんかこんなに飽き性な自分が長くできると思わなかったんで、それはやっぱりもうフットボールの魅力だなっていうふうに、ね、思いますね。じゃあちょっと考えるの難しいかもしれないですけど、万が一そのサッカーをやられてなかったら、今頃何になってかなとか、これになりたかったなってやってみたいなとか思う職業ってあります？そうなったら多分家が酒屋だったんで、やっぱ親父の背中見て育ってきたんで、やっぱその酒屋だったり、その後コンビニだったんですけど、やっぱコンビニとか酒屋さんだろうなっていう、よく配達とか手伝されてましたからね。あ、そう、なんかもう重たい5回6回の時だけビールケース持って手伝い来いって言われて、それが少し鍛えられたと思って、今ではプラスに感じてますけど、はい、やっぱ親父の背中を見て、やっぱりなんか地域の人とやっぱり交流しながら、なんかこう酒屋やってる姿がちょっとやっぱかっこいいと思ってましたし、でまた近所の人たちがやっぱり店に買いに来て、そのまま親父も酒飲むの好きだったんで、横に立ち飲みみたいに作っちゃってそのままつまみとかって横で飲んでる人がいっぱいいましたから。あ、そうですか。そうですね、なんかそういう私たちは小さい時から交流、大人と交流できたっていうのは、僕の中でも一つ大きな財産になってますし、はい、まあその背中見てかっこいいなと思ってる人は多分そう酒屋とかついてたんじゃないですかね。今でもその酒屋さんはちょっと親父3年前ぐらい亡くなっちゃったんで、はい、今はもうコンビニもおふくろ一人になっちゃったんでやってないんですけど。ちなみに監督ってお酒とか飲む機会ってあるんですか？いや僕は大好きです。あ、そうですか。ちょっと24、5ぐらいまでは全然飲めなかったんですけど、まあ本当に乾杯程度でもいいから付き合った方がいいぞってよく親父には言われてたんで、なのでやっぱりそうやって言って飲み始めたらやっぱ楽しいですね。やっぱお酒飲むのはやっぱり一ついいストレス解消にもなりますし、はい、またコミュニケーション取るツールとしてもやっぱいいものだなというふうに思います。はい、好きなビールとか日本酒とかいろいろあると思うんですか？もう今体のことを考えてハイボールばっかりですね。もちろん焼酎も日本酒もビールもみんな好きなんですけど、まあ、だからワインとか今はハイボールとかにして、はい、体に健康を気をつけながら、はいはい、たくさん飲んでます。これも適度に、ね、飲んで楽しんでいただければと思いますけど、そうですね、はい、監督オフって実際あります、はい、監督で。いや、もちろんオフも取らせて、もちろん、はい、試合見たりだとか、まあ、どうしようかとトレーニングから何から考えることいっぱいあるんで、まあ、本当に休まるのってシーズンの最後のもう42試合、まあ、今年だと38試合が終わってからですけど、あ、まあ、でもそれでもゆっくりしないとどっかでパンクしちゃいますから、ああ、そうですよね、家族との時間も含めてゆっくりすることも大事にしています。はい、オフの日とかっていうのはどういうふうに過ごされてますか？まあ、今言ったようにシーズン中ですとなかなかべったり休むっていうよりは、また自分たちの試合見返したり、次の対戦相手見たり、じゃあそれに対してトレーニングどうするんだとか、じゃあ次の選手選考どうするんだとか、もう本当にやろうと思ったらやることいっぱいありますし、まあ、その中でうまく家族と食事行く時間作ったりだとか、まあ、あとはたまにですけどちょっと岩盤浴行ったりだとか、まあまあ本当に一日の中で数時間ですけどちょっとサッカーを一回忘れるというか、はい、ちょっと離れる時間は意図的には作ったりはしてますね。あ、監督、ちなみに好きな食べ物とか何かありますか？僕何でも好きですけど、やっぱり静岡でうなぎがより、こんなにうなぎ食べたことなかったですけど、あ、そうですか。もう一生分食べたんじゃないかっていうぐらい、今までの量をもう食べたっていうぐらい、やっぱ静岡県食べましたね。そうですか。はい、いろいろ静岡県内に、ね、三島もありますし、浜松もありますし、はい、美味しいとこいっぱいあると思うんですけども。そうですね、でまだ浜松の方とか行ったことないですけど、もう本当に静岡の周りで、これもう静岡市だったり清水の方でしか食べてないですけど、はい、なんかやっぱ美味しいですよね。清水もね、いっぱい美味しい店ありますけどね、はい、
何ですか、焼き方でいうとふわふわが好きとかパリパリが好きとか。もちろん僕はふわふわの方が好きです。あ、そうですか、はい、まあ、パリパリ好きな人いると思うんですけど僕はどっちかというとふわふわで、やっぱりあのまたあと、まあ、お店によってもちろん当たりますけどタレが違うので、はい、いろんなちょっと甘い方のタレの方が僕は好きだったりするんで。なんかおすすめのお店とか美味しいお店ってあるんですか？なかなかあの名前出すと違うところに怒られたりするのもあるんで、はい、なのでいやもちろんでも何軒かやっぱあるんで、やっぱ味が違うんで、またそれは、うん、まあ、お店独自のやっぱりカラーとか色があるんで、またそれはまた面白いなと思いながら、はい、楽しみながら。そうですよ、ね、はい。そうか、なんか休日でやられてることってあればもし。まあ先言ったように、まあ、強いて言うなら、まあ、岩盤浴でデトックスしていろんな悪いものを出そうと思いながら行くぐらいですかね。じゃあもしかしたらその辺の岩盤浴行ったら秋葉監督の人がいらっしゃるのに遭遇するかもしれないと。験担ぎですとか、まあ、監督なりの験担ぎというかルーティーンみたいなものって何かありますか？あの正直言うと選手の時は全くしなかったんですけど、やっぱ監督になるとどうしてもあとは選手に最後、うん、お願い活躍してくれ、いいプレーしてくれって、うん、やっぱりこうお願いするとこあるので、あの本当にまあベタですけど同じパンツ履いたりだとか、買った時と同じパンツ履いたり、あ、まあ、あとは来た道を同じ道通るだとか、やっぱ曲げるとちょっと変えてみるとか、はいはいはい、やっぱそういうのはベタですけどやっぱやってますね。そうね、はい、じゃあ勝負パンツみたいなの。そうですね、何枚かある、はい、だって負けるとそれまず履かなくなっちゃう。負けたやつを捨てるみたいな。まあ捨てまではしてないですけど、でも試合の日はちょっとやめとこうかってやっぱなるんで。ちなみに勝負パンツは何色のパンツですか？まあ、その時々ですけど、あのよく子供とかがディズニーランド行った時によくパンツ買ってきてくれるんで、はい、だいたいディズニーのパンツ履いてます。でいろんな種類のディズニーのパンツを、はい、ちょっと想像できないですけど、はい、超面白いですよね、はい。いやすごい、あの意外な一面がね面白いなと思いますけども、で今単身赴任でこちらに来られていると伺ったんですけども、何か家族の方っておっしゃったりしますか？会いたいですとか。あの僕ももうここで3クラブ目の監督なので、もう今はただあの子供たちも大学生ですし、まあで嫁さんももうそういう生活に慣れたと思いますから、まあ今はあんまり寂しいとかっては言わないですけど、でも嬉しいですね。たまに帰った時になんか親父が来た時だけご飯が豪華になるなとかって聞くと、だからそういうのをやっぱ気遣ってくれてるんだなとかって思うと、はい、やっぱりそれは奥さんにも感謝しますし、でやっぱ子供たちもなんだかんだ小さい時はあんまり周りから言われるんで気にしなかったですけど、今は逆に言うと SNS とかいろいろ見たりとか、大学生ぐらいになるといろいろやっぱり逆に入ってくるん で、はい、でやっぱあとは清水っていうこのクラブの偉大さがやっぱりそうさせるのか、あの今までにないぐらいいろんな反響があるってやっぱり子供たちもやっぱ奥さんも言うんで、いやありがたいですね。もちろんいいことばっかりじゃないこともあるかもしれないですけど、多分得していることもいっぱいあるんじゃないかなというふうに思ってます。どのぐらいの頻度で実際帰ったりするんですか？まあでもオフになれば比較的本当1時間2時間ぐらいで帰れちゃうので、あの本当もう今ちょっと神奈川に住んでるので、なんですぐ帰れちゃうんで、はい、なんでもうパッと時間があれば帰るようにしてますし、で帰りながらいろんな作業もしたりしてるんで。ですか、奥さんは、まあ、うちはあの奥さんがとても怖いんですけど。ああ、そうなんですね。秋葉監督のお宅はどうですか？いや、うちは優しいですよ。奥さんめちゃくちゃ優しくて、あの常にご立ててくれてますし、さっき言ったようにいろんな美味しいものを作ってくれたり、はい、あの本当にこうのんびりさせてくれるんで、はい、いや本当奥さんに感謝してます。やっぱり家族でエスパルスを応援してくださってめちゃくちゃ面白いです。あの僕他のチームで感動した時一回見に来なかったので。そうなんですか？エスパルスになったらめちゃくちゃ見に来るようになりました。そうなんですか？あ、じゃあ実際アイスター来たりとか。めちゃくちゃ来てますね。そうなんですか。やっぱりサッカー専用ですし、あのサポーターファミリーのやっぱ応援とかやっぱり独特でやっぱりすごい雰囲気だってやっぱみんな喜んでますから、はいはいはい、急にエスパルスになったら見に来ます。あ、でもそれやっぱり、ね、サポーターの皆さんも嬉しいと思います。いやでも本当皆さん方も足を運ばしてくれてると思ってますから、ぜひそういったこういう雰囲気だとかあのスタジオの空気感がまた新しい新規のサポーターとかファミリーが増えるきっかけになればいいなと思いますし、ね、この伝統だとか歴史みたいなものは引き続きいいものはずっと続けていってほしいなって思いますね。はい、監督業の、まあ、難しさというか、どういう仕事だと思いますか？やっぱりこう人にやっぱりこうものを伝えながらなおかつこうスポーツの場合ってそれ頭で理解した上に今度体で表現できて初めて、はい、理解したってことになりますから、でそれがまして個人スポーツじゃなく団体スポーツですと、はい、それがやっぱりこう複合して、絡み合ってくるので一人だけ分かってればいいって問題でないですし、そうですよね、やっぱそのやっぱ落とし込みってまた一人一人やっぱり当たりますと思考も、何も違うので、はい、伝える言葉一つでもあこの言葉がグッと入る選手とそうじゃない選手もいたりだとか、
だからやっぱりこう本当にこうトレーニングを落とし込むだとか、こう自分のこう意図したことをこう伝えてプレーで表してもらえるって、うん、本当に難しくて大変だなっていうふうに。だからこそ、まあ、フットボールって面白いんですけど、これの面白さと難しさにすごくいつも、うん、直面して悩んでますね。あ、まあ、その何がハマるかどうかとかっていう、ね、そうですね。例えばもう言葉で使う選手もいれば、やっぱデモの方がやっぱ伝わる選手だとか、やっぱ人によっても全然違いますから、で何が一番いいのか考えてますし、もっと言えばあと押し付けにならないように、やっぱ当たり前ですけど、あんまり人から言われたのって僕もあんま覚えてないんで、やっぱ自分からやっぱりやろうと思ったとか自分で考えてやったことってやっぱすごい覚えてますけど、あんまり人からバン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 言われたことってその時はパッて覚えてますけど、じゃあ長い目で見たらやっぱ覚えてないこと多いんで、根気がいりますし難しい作業ですけど、でも本当に一度体に入っちゃえば多分ずっとその選手って、それが染みついて入ってると思いますんで、だからそこに至るまでに何が一番早くて何が一番こう染み込むのかなっていうのは、うん、常に悩みながらやってますね。じゃあ逆にね、それが伝わった時はすごい嬉しいですね。そうですね。でもう僕が見たこともないようなやっぱ、うん、プレーでゴールする時があるとか、はいはいはい、そんな形でボール奪うんだっていう時なんかはもう本当に僕も一サポーターとかファンとして嬉しいなと思いますし、びっくりさせられるんで、うん、ぜひそういうプレーをたくさん選手たちにしてほしいなっていうふうに思いますね、うん、やっぱねその年齢ですとか、はい、まあ、あと国籍の違いとか結構難しいところね、あることもありますけど、ね、ちゃくちゃいます。本当文化一つ違うん で、うん、で言葉も言語も違うんで、だから本当にこうどう伝えるか、はい、でも本当ボール一個で一つ慣れるのがやっぱりフットボールのいいところですから、はい、それがまた連携連動して最後コンビネーション、いいコンビネーション出て、はい、ゴールができたりボール奪えたりすると、はい、もうこんなにもうちょっと快感なことないですよね。あ、それはよく監督がおっしゃられるThis is football という。そうですね。いや、これがサッカーだって思えるような、これがフットボールだって思えるようなシーンがたくさん出ると、やっぱより見てくれる人も増えると思いますし、うん、でもっと言えば日本にやっぱサッカー文化が、フットボール文化がやっぱ根付いてほしいので、うん、やっぱヨーロッパとか南米のように、やっぱりこう日常からこうフットボールがこう溢れてるとか、日常にこう溶け込んでるっていうのが、やっぱり一番僕強くなる、うん、あの理由だと思いますから、はい、やっぱ死ぬまでにワールドカップ優勝する姿、うん、カップ掲げる姿見たいですから、はい、ポテンシャルある国であり、人々たちであり人種だと思ってますから、はい、ぜひそういう姿を死ぬまでに見せたいなというふうに思いますね。いろいろお話伺ってまいりましたけれども、まあ、シーズンも後半戦に入っておりますけれども、はい、後半戦に向けて、まあ、意気込みですとか教えていただければと思うんですけど、もうまずは必ず優勝して昇格するっていうところがやっぱりこのクラブの使命ですから、はい、でサポーターファミリーもやっぱその一点に期待していると思ってますんで、まずはそこをしっかりと達成するためにこう日々必死になってみんなでこう本当一体となってそこを勝ち取れるかどうかって一番大事ですから、はい、自分たちから崩れることなくしっかりとより団結してより一体感を持ちながら、はい、ワンファミリーで最後の最後まで戦ってでしっかりとした結果を得たいなと思ってますので、はい、まずはそこに、全神経を集中しているというところですね。はい、ありがとうございます。ぜひ、ね、私も応援しておりますので頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございます。秋葉監督を信じて応援し続けます。頑張ってください。2016年1年で J1 復帰した時も苦しい時があった。ブレずにやり続けること、頑張れエスパルス。秋葉監督、私たちは信じて応援してます。辛い時も共に乗り越えて J1 昇格目指しましょう。ここを乗り越えれば強くなれる。頑張れ、頑張れエスパルス。共に行こう、いつまでも俺たちがついているエスパルス。秋葉監督、いつも楽しい試合期待して応援してます。監督、頑張ってください。清水の誇りです。家族全員で応援しています。頑張ってください。頑張れエスパルス。皆さん本当にいつも温かく熱く頼もしい応援声援ありがとうございます。順位は3位ということで、皆さんの思っている順位じゃありませんし、我々もここに甘んじるつもりは全くありません。だからこそ皆さんの力が必要ですし、皆さんと共に戦うことで必ず優勝昇格というこの2つが手に入ると思ってます。38節最後の最後まで皆さんと共に戦いたいと思ってます。これからも熱く力強い応援よろしくお願いします。監督、今日は素晴らしいお話ありがとうございました。我々サポーターも一丸となって応援していきますので、ぜひ昇格目指して頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで今回はリバエスパルス特別編ということで、清水エスパルスの秋葉監督にお話を伺いました。